西新井工場を北側より望む。西新井工場はかつて存在した東武鉄道の検車施設、工場。検査表記の略称は西港。1923年に伊勢崎線が電化された際に電動機、制御機の整備、定期検査を目的に開設された。以後、本線系列のほとんどの列車と東上線の一部の列車の電車群の検査はここで行われていたが、 埼玉県栗橋町に南栗橋工場が完成したことを受け、2004年3月31日に杉戸工場と共に廃止された。廃止後の跡地では再開発が進み、大規模マンションリライズガーデン西新井の建設や亀田トレイン公園の整備などが行われた。なお、工場の一部線路は1923年の荒川放水路改作に伴い、 ルートを東寄りに変更する前の伊勢崎線の急線を再利用したものとなっていた。工場廃止間近に出場した車両には記念のヘッドマーク等の取り付けが実施された。当工場は検査のほかに、車体修繕及び冷房改造も行っていた。国鉄63系電車から73系への改造、78系から5000系列への更新、53、 系などから3000系列への更新、8000系電車の冷房改造と車体修繕工事などが該当する。これらは東稿場内の津波車両工業により行われていた。8000系の冷房改造は、東稿場が3000系列の更新工事で手一杯であったことから、アルナ工期にて改造工事を行っていたが、3000系の更新終了後は東稿場で行うようになった。 また、当時比例棒だった、快速用6000系の6050系への改造工事は、東工場が78系から5070系への更新工事や8000系電車の車体修繕工事を実施していたため、東部向け車両を製造していた各メーカーが担当した。東部鉄道では、の世界を更新とし、リニューアル工事を修繕としている。このため、更新工事を実施すると、 旧車体の解体も並行して実施される。ありがとうございます。